TV をご覧の皆様、染の屋の松本です。今回、新しい企画といたしまして、新人さん半年以内の新人さん3名をお迎えしまして、染の屋のしゃべり場 in 八重洲ということでお越しいただきました。早速ね、まあ6名でざっくばらんなお話をというところで、じゃあ皆さん、なんで染めないで入ったんですか？まあ、面接みたいになっちゃうんだけど。なんで楽しく稼げると思いました。おお、はい、なんで稼げると思ったの？いや、なんか自分の頑張り次第で稼げる仕事と思った。おお、はい、面接って誰だった？うちの、おお、ボス。神が でも神って言われてるんだ。そうです。印象に残ってた？やっぱりものすごくストレートに言うと、うちに最近か僕が面接した中でないタイプだなっていうのが、もう髪型もその時はもう金髪で大きたなっていう、でもそのギャップが逆にすごい誠実なんですよ。ちょっとこう今はデコかぶってるかもしれない。なのでそこがすごい惹かれたところですね。なるほどなるほど。はい、僕はもう人が好きなので、人間が好きなので、こう人と多くの人と接客というか会える仕事をしてたくて、はい、入りました。ただシンプルにすごくやってみたいっていう気持ちが、この3名みんなそうなんですけど、それぞれ違ったの熱量がすごい感じたんで、あ、絶対一緒にやって、あ、成功するんだろうなっていうイメージがすごくあったのがいたんですね。まあ所長が、あ、そう感じたんであれば、あ、多分いい人材なんだろうなっていうあれだったので、で入ってきてもらって、いざ、まあ、今この、まあ、半年間4ヶ月経ちましたけども、やっぱり売り上げがもちろん上がってます。やっぱり今後営業所の中心となってきてもらうんだろうなっていう感じです。はい。よかったね、よかったね。そういう理由で入ってきたんだ。まあまあバラバラといえばバラバラだけど、研修受けてどうでした？ざっくばらん。もうめっちゃ楽しいです。もう一回だったよ。本当です、めっちゃ楽しかった。本当に一期一句忘れてました。違う、やらそうとしてる。ちょっと言い過ぎたけど、でもそれぐらい、お、本当に痛くなる。イメージはついた、移動販売なんか。そうですね、イメージを超えた。ああ、そうなんだ。全然超えました。イメージ、うん、以上、そうですね、やっぱり個性が強くて、それぞれがやっぱりまっすぐで、やる気が感じれて、どちらかというと研修は ゼロにする研修というか、今基本を覚えてもらう。でやっぱりこの3人はその基本をすぐ覚えるって、やっぱりその一歩上 の、 研修ができる、できたのかなっていうのはあるので、まあ、そんな過程を得て、じゃあね、実際にその後じゃあ現場に出ましたって、現場に出てどうでした？いや、まず感想的には、現場に出た時に初めて楽しいです。単純に、はい、どんなところがあったんですか？なんかいろんなお客さんいるけど、やっぱみんなよくしてくれるもんで、おー、はい、毎日仕事は楽しいんで、もう毎日仕事のことばっか考えて、水曜日の4時が楽しい、もうその1日の中でその日を楽しみにしてくれるっていうお客さんもいますので、うん、有給取ってこの日にわざわざ有給取ってくれてるっていう人もいるので、それぐらいなので、それを聞いた時にもう、なんだろう、考え変わりましたね。なんか、はい、販売っていうより僕会いに行ってます。あ、いい、ね、とにかくいろんな人に会いたいですね。はい、素直に言われたアドバイスとかをすぐ実践するんで、やっぱり伸びは早かったですね。でやっぱりこういった感じなんで、お客様からもすごく愛されていて、引き継いだお客様もしっかりとフォローもしてくれますし、で本当にさっき言ったように自分で毎ペースでやってて、お客様が出てその人がまたリピートしてくれてるんで、徐々に人数が伸びてますね。所長から見てどう？一言で言って、ここまで素直な人たちっていうのが久々出会えたなっていうのと、今ここの話を聞いてて、やっぱそうだよなっていうような会話を、僕数回ずつしかこう全員とは乗れてなかったりするんですけど、とにかくお客様が笑ってる、楽しんでるっていうのが、それが浮かぶので、そこがやっぱり
すごいなって思って、やっぱ会社今僕も8年やってますけど、自分が入社した時の1年目がこの雰囲気なんですよね。あ、確かにそんな、そうだったね。で、久々この雰囲気を思い出させてくれたのが今いるこのメンバーなんですよ。だからこの感覚が戻ってきたっていうことがすごく僕は一番感謝と嬉しいっていうのが一番です。まあ、せっかくもう半年、約半年経ってるからなんで、言いたいことというか、なんかこういう場なんで、あえてこの場で言っておきたいんですよねって、いいことも悪いことも。具体的じゃないかもしれないんですけど、いいですか？それはなんとかじゃないよ。忘れちゃったか。これが大事だよね。これが大事。